やろ YouTube イエース、やりたいことだけをやる。今までずっと来てみたかった礼文島、日本最北端の島、北から南までずっと走ると、走るのやってみたかったということで、やりたいことだけをやる、ずっと走ってます。潮の香り、これだよ、これなんだよ、もう僕がやりたかったのは。Hello YouTube Yes 時間の日本仕事三重です。本日は礼文島最北端の地、スコトン岬からマラソンを開始したいと思います。はい、スコトン岬行ってきます。よーい、スタート。イエーイ。いい天気ですよ。ちょっと曇ってる感じもしますけど、結構いい天気です。14時走りしました。礼文島いいですね。スコトンのバス停留所です。ゴミステーションが一体化しています。水難所令の塔です。今からあそこの岬の先っぽ、スコトン金田の岬に向かいます。安全操業はみんなの願い。スコトンの漁港です。こんな風景が続いています。風が気持ちいいですね。港を守るための、風雪に耐えるためのフェンスが、この砂利砂利地帯は駐車場ではなく今後を干すための場所です。神社が見えてきました。江戸屋神社です。行ってみましょう。江戸屋神社です。失礼します。参拝を済ませてました。島には至る所に神社があります。それではまた戻りたいと思います。走ってたら道路にウニの殻が落ちていました。4キロ地点くらいですかね。はい、3つ目の港、3つ目の港があります。やろ YouTube イエース、やりたいことだけをやるということで、今日は今までずっと来てみたかった礼文島。礼文島っていうのはですね、北海道の稚内と同じくらいの緯度にある日本最北端の島、まあ、ここより北はですね、樺太があるってことですね。この礼文島のところに、北海道の北西のところですね、利尻島と礼文島っていうのがあるんですけれども、まあ、礼文島っていうのはですね、アイヌ語で沖の島、沖、これは礼文で、シリ、礼文シリっていうのが、まあ、アイヌ語の名前らしいんですけど、シリっていうのは島ということで、沖の島ということで、この礼文島、前からずっとここに来てみたかったね、日本の樺太を除けば、まあ、最北端に近い島ということで、宗谷岬の方がですね、微妙に、北緯は高いんですけれども、まあ、その島、この礼文島に来て、そして、北から南までずっと走ると、走るのやってみたかったということで、やりたいことだけをやるということで、今日は、ずっと走ってます。さて、今日はどんなランニングになるのか楽しみですね。5キロ過ぎたところくらいですかね。こんな感じで、原っぱが続いてます。いい景色です。そうですね。大沢川ですね、通過しました。採石場とコンクリートですかね、工場あります。その先に、小さな見えてきました。陸上自衛隊礼文分屯地です。レーダーサイトのようなものがあります。さっきからこういう船章 PTA っていう看板があって、いろいろ注意点が書いてあるんですが、それがこの町立船舶小学校なんですかね。ここが九州湖です。九州湖畔のキャンプ場があったり、九州のスキー場があったりするようです。冬はもう雪で埋まるんでしょうね。とうとう見えてきました、まるちゃん。今日はここで食べようと思って、朝から何も食べてないんです。おっと、ガッテン、準備中です。今日はやってない他のお店を探すことにしましょう。残念でした。こんな川もあります。お腹が空いて体力低下が著しいので、コカ・コーラカロリーありを頼みました。おっと、礼文神社に到着しました。行ってみましょう。
ック、はい、ありがとうございます。行きましょう。コーラ飲みすぎて胃がタポタポしますね。ここは礼文神社の境内です。荘厳な面持ちです。礼文神社を後にします。テトラポットを作っています。あのテトラポットはあの金属が型の中でコンクリート固まってあえてできているんですね。初めて知りました。船の燃料ですかね。このタンクがいっぱいあります。コルミに行けば、礼文空港です。この台の上が全て空港になってます。この船で海にテトラポットを置いていったりするんでしょうか。10キロくらいですね。小道島、たぬき島、そしてスコトン岬が見えます。来ました、とうとう来ました。ここがもう一つの、北端金田の岬です。金田の岬、この方向、北の方向、トロフは目視できず、そして、金田の灯台が見えます。潮の香り、これだよ、これなんだよ。もう僕がやりたかったのは、現在12キロ地点くらいですかね、ここで私の不摂生がたたって、左足の足首から膝あたりがちょっと痛くなってきましたが、動け動け動け、今動かなきゃダメなんだよ、ということで、というほどでもないんですが、おーっと、南に見えるの、南にある利尻島の中央にそそり立つ利尻山、利尻山1721メートルの頂だ。すごい、晴れてよく見えます。礼文島は島民約2500人くらいの島で、漁業や観光によって成り立ってます。そしてこの東側、こっちに60キロ行ったところにこの海を挟んで北海道の稚内、そしてこの北海道の稚内とここの間、礼文航路、ここを船が行き来します。陸地の礼文分屯地です。ここに砂防ダム的なものもありますね。最近礼文では歴史的な大雨が降ったって聞いてますんで、場所とかが補強してあったりします。すごいですね、なんか野生のトマトみたいなのが歩道に生えてますね。おっと、早速高山神社がありました。お参りしましょう。ありがとうございます。ここがその土砂で崩れたところのようですね。こんな感じです。うわ、これ全部昆布ですか。これ全部昆布。全部昆布。あ、そうそう。うわ、これすごいいい香りですね。これは鬼なんだ、鬼。これ鬼ですね。これ70歳でこんなにされてるんですか。ですね、1本1枚の高級利尻昆布になるやつですか。あ、そうだ。うわ、端っこを切って揃えて平らにして見栄え良くするんですね。うん、そうそうそう。はい。なかなかな、世の中まぐいがねもんだね。これ何日くらい干すんですか。一日。あ、一日干すんですね。昆布作りの名人の木村さんに呼び止められて、中で昆布作りを教えていただいた上に、少しこの高級昆布1500円、高級昆布いただきました。うん。昆布の味がします。17キロくらい走ってきましたね。また神社に到着しました。一宮神社です。ご挨拶しましょう。ありがとうございます。ここで一回休憩に入りたいと思います。イエス。
これは一宮神社からスタートいたします。昨日はですね、時間が来たのでここで中断いたしました。今からまたここからですね、今朝の4時過ぎくらいですが、朝日というかうっすらと明るくなってきました。焚き火がやってます。漁師さんが朝起きて焚き火やってるようです。北海道礼文高校入り口、明るくなってきました。赤灯台来ました。礼文登山道入り口ということで、あちらにですね入り口があります。行ってみましょう、ね、島の西側の携帯電話がつながらないコース、こちらを8時間かけて歩くようなコースになっています。それの入り口です。お地蔵様の祠です。ありがとうございます。内地稲荷神社です。朝日が昇ってまいりました。礼文漁師さんの朝です。昆布が干してあります。美味しそうです。見向き体験センターです。一応やってません。北海道電力礼文発電所金環日食観測記念碑がありました。魚の魚拓のような模様がトンネル内に発見。おっと、ミニラピュタを発見しました。ひょっとしたらこの上は土砂崩れなのかもしれません。すごい、うお、濡れる。うわー、体育館、礼文総合体育館潮祭ドームです。これは面白いですね。鳥居が左右に2つある神社です。稲荷神社って読むんですかね。そうですね。雲の上に頭を出した利尻山です。6時半ですが、もうこんなに日が高いです。島で唯一のコンビニエンスストア、セイコーマートになります。とうとうフェリー乗り場のあるカフカに参りました。カフカ、礼文島の中心地、カフカの街並みです。こんな感じですね。稚内警察署のカフカ駐在所ですね。フェリーターミナルが近づいてきました。海鮮カフカですね。ウニ丼が4000円くらい。いや、美味しかったですね。ロバタチドリですね。子供の砂場があります。礼文島内温泉施設うすの木の湯、お風呂がとっても熱かったです。いいお湯でした。礼文商工会、礼文町郷土資料館ピスカ21ホテル礼文、やりました。イエーイ、カフカのフェリーターミナルになります。到着、イエース、ゴールに到着しました。豊漁の町礼文、昆布を取っていらっしゃいますね。北から南まで走ってみるとやってみたかったんですね。とうとう夢が叶いました。結構疲れましたけどね、もう足もガクガクで、久しぶりに走ってもうちょっと鍛えないといけないなって思いました。いや、皆さんも前から走ってみたかった場所を旅ラン、旅のランニングやってみるのはいかがですか。イエス。